僕の名前は寺田智也。小岩商事で働く25歳の社会人だ。入社して3年が経ち、念願かなって企画部への異動が決まった。いろいろな案を出して活躍したいところだけど、現実は厳しく。寺田、頼んでた見積もりはまだなのか？すみません。この調子で課長の三浦紗恵子さんに注意を受ける日々が続いている。三浦さんは仕事ができる反面、厳しい指導で恐れられてもいる人だ。中には実は元ヤンで旦那さんはその道の人なんて噂をする人もいるほど。だけど僕はそんな彼女に密かな憧れを抱いている。入社当初、企業内研修を担当してくれたのが三浦さんだった。第一印象は怖いに尽きたが、ふと不安を漏らした際、親身に話を聞いてくれた。ありふれた話ではあるが、相談をするうちにいつの間にか惹かれていったのだ。しかし昨年、僕は彼女が結婚していることを知ってしまった。それからはこの気持ちは許されざるものだと封印。今は、とにかく早く一人前になるべく仕事に邁進しているのだが、休日に出社していた時、事件は起こってしまった。イベントの備品リストは、あ、そういえば課長が一括管理してるんだった。休日に連絡したら迷惑だよな。でも、すみません。数分後。今どこだ？お休み中に。本当にすみません。でも、そんなことはいい。今どこで何してるんだ？会社にいて、仕事を。わかった。やばい、相当怒ってた。結局、リストの場所もわからず、僕はメッセージを送ったことをひどく後悔した。それでも、せっかく来たのだからと、記憶を頼りにイベントの準備をしていると、30分後。なんと三浦さんは会社に駆けつけてくれた。三浦さん、なんでここに？それはこっちのセリフ。寺田こそなぜ休日に会社にいる？イベントの準備が終わってなくて。どうして相談しなかった？すみません。みゆ、今からお仕事なんだ。少し待っててくれる？いいよ。みゆ、おとなしく待ってる。大丈夫ですよ。せっかくの休日に申し訳な。いいから。二人でやった方が早く終わるだろ。すみません。僕、また三浦さんに迷惑を。寺田が頑張ってるのは分かってるから。え？さっさとやるぞ。あ、はい。やっぱり、優しいな。それから僕たちは、みゆちゃんの隣で協力してイベントの準備を行った。15分後。今日は本当にありがとうございました。いや、こちらこそ。寺田が抱えてるのに気がつかなくて悪かったな。そんな、これは僕が勝手に。ん？うへん？お兄ちゃん遊ぼう。みゆ、おとなしくしてたよ。みゆ、全然大丈夫ですよ。助けてもらいましたし、当然です。でも、みゆちゃん、待っててくれてありがとう。何して遊ぼっか。お絵かき。お兄ちゃんのたぬきさんかわいい。ありがとう。犬なんだけど。どう見てもタヌキだろ。二人とも尊い。三浦さんの笑顔もかわ。って、今のなし。僕は気持ちの高まりを抑えつつ、30分ほど遊んだ。その後、みゆちゃんは寝てしまい、僕は三浦さんにお礼を伝え帰宅。可愛い二人に癒された僕は、明日からも頑張ろうと思っていたのだけど。翌日、午前中の仕事でミスをしてしまった。一通り注意を受けた後、昼食に誘われ、今に至る。きっと、さっきの続きだ。寺田。はい。これ。え？いいから開けてくれ。元、遊べる券？みゆから昨日の俺。話を聞けば、みゆちゃんは昨日の時間をとても楽しく思ってくれたらしい。その分、帰宅して目を覚ました後が大変だったのだとか。また遊びたいと一通り泣いたみゆちゃんは、プレゼントを作ると意気込み、また遊べる券を作ってくれたそうだ。すっごく嬉しいです。ありがとうございます。そう言ってくれて安心した。でも泣いちゃった時、旦那様も大変だったんじゃないですか？は？旦那なんていないけど。え？それからみゆらさんは少しずつ話してくれた。
実はミュウちゃんはお姉さんの子供らしい。三浦さんは複雑な家庭事情で小さい頃からお姉さんと施設で育ったそうだ。三浦さんがやんちゃをした時も味方でいてくれて本当に大好きだったとのことだった。そんなお姉さんに子供ができたことを三浦さんは大層喜んだ。シングルマザーとして歩む道を決めた時も一緒に支えると奮起したそう。しかし一年前、お姉さんは病気で他界してしまった。お姉ちゃん、ミウのことは任せてね。それから三浦さんはミウちゃんをお姉さんの代わりに立派に育てると誓ったらしい。そんなことが全然知らなかった。あの日は保育園のお友達とパパの話をしたみたいなんだ。私には何も言わないけど、やっぱり寂しかったんだと思う。三浦さん、実は僕も母子家庭で育ったんです。数年前に母は他界しましたが、感謝してもしきれません。きっとミウちゃんもこんなに愛してくれる三浦さんがいて幸せだと思います。あ、そうだったのか。ありがとう、寺田。いえ、僕も何か三浦さんの力になれたら。あ、そうだ、あの、この剣、早速使ってもいいですか？その週末、僕は剣を使って、三浦さんとミウちゃんと遊ばせてもらうことにした。僕にできるのは、ミウちゃんに楽しい気持ちでいてもらうことだと思ったからだ。急いで食べ過ぎだ。すみません、美味しくてつい。お兄ちゃん、面白い！慌てなくても弁当は逃げないから、ゆっくり食べな。三浦さん、会社と雰囲気違うな。ねえ、最長、うんして。なんだ、今日のミウは甘えん坊だな。あーん、はいはい、おいしい。次はお兄ちゃんね。え、ゾ、ミウ、何って。僕は一人で食べられるから。ドーム、仲良しさんはあんして食べるの。仕方ない。お、あら、口を開けろ。え、早く、お兄ちゃん、あーん。ええー、こうなったら、うん、おいしい、おいしい。次はミオがお兄ちゃんにあんする。し、幸せすぎる。一時間後、二人を送り届けた際には、お兄ちゃん、明日はお家で一緒にご飯食べよう。え、こら、ミオ。いいわね、サエちゃん、お兄ちゃん。寺田がいいなら、うちは別に。あ、やったー、お兄ちゃん約束だよ。絶対、絶対来てね。もちろん。ミウちゃんは会うたびに次の約束をしてくれた。その後も一緒に遊んだり食事をしたりするうちに、自然と三人で過ごす時間は増え、ある日には、お腹いっぱい。残さず食べて偉かったね。僕もお腹いっぱい。ほんと、ちょっと食べ過ぎたな。15分後。あ、いつの間にか寝ちゃってた。あ、やば、目がそらせな。あ、これは、その、寺田。さえちゃん、トイレ。は、はいはい、今行こうな。びっくりした、これはもう。一緒に過ごすうちに、気づけば封印していた僕の気持ちは、すっかり溢れてしまっていた。二人と幸せな時間を過ごすほど、僕は三浦さんが好きだと感じ、三人でずっと一緒にいたいと考えてしまう。中途半端な関係を続ければ、美羽ちゃんを傷つける可能性だってある。だけど、もし告白して一緒になったとして、幸せな二人の家庭を壊すことになるんじゃないか。仕事も人間性も半人前な僕が、一緒にいて二人は本当に幸せなのか。考え出したら止まらなかった。ん？どうした？ああ、すみません。何の話してましたっけ？あのさ。はい？私に何かできることはないか？え？寺田の力になりたいんだ。え？前さ、ミウには私がいて幸せだって言ってくれただろ？あれ、すごく嬉しかったんだ。だから、今度は私が。サエちゃん、トイレ。はいはい、今行こうな。騎士官。でもさっきの、なんか、いつもと雰囲気違ったような、気のせい。それから数日後、僕たちはショッピングセンターに来ていた。デート楽しいね。デート？
デートってどういう意味か知ってる？うん、大好きな人とお出かけすることでしょ。間違ってはない。ミュウ、サエちゃんもトモヤくんも大好き。て、天使すぎる。サエちゃんとトモヤくんも大好きでしょ。うん、それはま、まあ。わあ、見て、ミルキュア。1時間後。おいしいね。ミュウ、ついてるぞ。ひひ。なんて神々しい光景。パパ、ママ。あ、うん、どうした？ミュウ。トモヤくんがパパだったらいいのに。え？お願い、トモヤくん、ミュウのパパになって。ミュウ、そんなこと言ったらトモヤくんびっくりしちゃうだろ。だってパパ欲しいもん。あんまり言うとトモヤくんの迷惑だぞ。迷惑か、やっぱり僕じゃ。やだ、トモヤくんがパパがいいの。サエちゃんなんて知らない。ミュウ、ちょっと。ミュウちゃん、待って。数分後。ミュウ、ミュウちゃん、どうしよう、ミュウちゃんに何かあったら。ミュウ、今は僕がしっかりしないと。三浦さん、迷子センターに行ってみましょう。ああ、どうしよう、ミュウに何かあったら私。ベルベルバー。変な顔。ミュウ、サエちゃん苦しいよ。もう人の気も知らないで。よかった、ミュウちゃん、お迎え来てよかったな。うん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。本当に、なんとお礼を言ったらいいか。ミュウちゃんはあの後すぐ、オタクダさんという方が保護してくれたそうだ。スタッフである天心さんのおかげで、待っている間楽しく過ごせていたらしい。ミュウちゃん、さっきのお話伝えてみたらどうですか。うん。お？あ、あのね、さっきはごめんね。ミュウ、パパが欲しかっただけじゃないの。え？トモヤくんといると楽しくてね。ずっとそれが続いて欲しかったの。ミュウちゃん。それに、トモヤくんといる時のサエちゃん、すっごく楽しそうだったから。ミュウちゃん、ありがとう。僕も三人でいる時間がすごく楽しい。トモヤくんも？うん。三浦さん。いや、サイコさん。僕、まだまだ半人前だってわかってます。でも、サイコさんとミュウちゃんが大好きなんです。寺田。この気持ちには自信があります。だから、どんな時もミュウちゃんを最優先に考えて、僕と一緒に人生を歩んでもらえませんか？僕、二人と毎日笑って過ごせるように、どんなことだって頑張りますから。ありがとう。私も、三人でいる時間が楽しい。それから、寺田が好きだ。半人前でもいい。これから三人で、一緒に成長していこう。いい家族ですね。せやな。ときめくわ。お宅のお兄ちゃん、たこ焼きのお姉ちゃん、ありがとう。オタクじゃなくてオタクだです。それから半年が経った。あの後席を入れ、今は家族3人で仲良く暮らしている。おもちゃ片付けた。サエコさん、お皿洗い終わったよ。2人ともありがとう。それじゃあご褒美をあげようか。わーい。2人とも手を出して、目をつむって、いいって言うまで開けちゃダメだよ。なんだろう。うん、うん、あー、サエちゃんチューした。いいよって言うまで開けちゃダメって言ったのに。ずるい、ミュウもチューする。トモヤ、ミュウ大好きだぞ。ミュウもチュー。幸せ。これから大変なこともあるかもしれない。しかし僕はどんな時も二人を守っていくと決めている。